インペリアル単位の心地よさとはホイールベースの長さとボディ型式の違いをインチ表記。つまり英国式の帝国単位によって90、110、130と呼び分けるのはランドローバーの伝統。とはいえディフェンダーというペットネームを名乗ることになった1991年以前は130ではなく むしろ127だった。いわば127約3 2 2 6ト、mm、ルは、1980年代半ばに追加された積載量拡充用のラダーフレームシャシーで、ダブルキャブのピックアップトラックかユーティリティ版だった。要は1991年を境に切りよく死者語入気に、130と呼ばれるようになったものの、 それこそディフェンダーファミリーの中で、最もヘビーデューティーな仕様だったのだ。それが形式 l 663を与えられた現行世代ディフェンダーとして、先行する90と110に続いて昨年130を加わったわけだが、日本の路上で実車を目の前にすると、さすがに覚醒の感がある。 試乗車はファーストエディションでカタログモデルでいう SE 相当だが、130限定カラーというセドナレッドの塗装、クオリティからして、ユーティリティ版らしからぬ仕上げの高さ。それが全長 5275mm の曲でもって完全に迫ってくる。実用的なギアには違いないが、品質感にシャビーさが一切ないのだ。 モダナイズされたヘビーデューティー。それにしても、スパッと切り落としたようなリアエンドの処理は、スペアタイヤケースがなかったらほとんどコーダと論化と言える。L663 型に共通の C ピラーを隠しつつボディサイドで、視覚的アクセントになる正方形からリアエンドまで、つまりブラックアウトかつスムース化されたコーターウィンドウが、 90や110より極端に長いわけだが、このモジュール感というかレゴブロックのような後付けっぽさが、ディフェンダーという元祖黒感を、今時のギア感で仕立て上げられたポイントだと思う。実は130のホイールベース 3020mm は、故障からイメージされるものとは裏腹に110のそれと変わらず、 4945mm からボディのリアオーバーハングを 330mm ストレッチすることで3名がかけられる3列目シートと最大 2291L まで拡大可能なラゲッジスペースを確保しているつまり8名乗りで2列目シートも3列目シートも402040 40分割加藤式なので 後席とラゲッジのモジュール性は相当に高い。ちなみに130には同じくロングボディながら、2列シートの5名定員というラゲッジ重視の仕様、アウトバウンドも登場した。ここにも元祖ランドローバーのアジ。インテリア目線でも、エボニーという温かみある濃厚グレー色の。 ウィンザーレザーが用いられ、シート表皮は高級感を感じさせ、ナノ EX まで備えた空気清浄システムプラスは、スマートフォンから遠隔操作も可能となっている。標準装備というパノラミックガラスルーフは前列シートだけでなく、3列目にも2つ目が備わり、洞窟かトンネルのような室内空間ではない。 90や110と同じく11.4インチのタッチスクリーンによるインフォテイメントシステムピビプロも宣伝ポイントだ一方いい意味で簡素でスポーティーなシート自体の薄さやドアパネルやセンターコンソールのウッドパネルがヘックスのビス止めになっているあたりは程よい無骨さミックスと言えるだから 広々としてラグジュアリー化されたインテリアとはいえ、元祖ランドローバーや旧来のディフェンダーが、持っていた兵員輸送車かサファリ探索ツアーのような趣向が漂わないこともない。スカウトかレンジャーのようにキャンプしたい家族や、グランピング好きのワイルドなパリピ仕様にもなるだろう。そこが新型ランクルプラドあたりと、 ジャンルは煮るもテイストが異なるであろうところだ。無兵備ディーゼル洗練と武骨が同居。ドライバーズシートに落ち着くとさすが全高 1970mm。周りを見渡すと視線位置は、国産のミドルサイズミニバンの屋根とほぼ同じレベルにあるほど高い。センターコンソールというよりは、 ダッシュボードに寄せられた8速スポーツモード付き AT は、レバーもパターンもオーソドックス。そして走り出せば、変速も滑らかで曲に似合わぬ癖の少ないドライバビリティゆえ、意外なほどに操りやすい。回転半径が 6.1M に及ぶことすら忘れそうだ。最大の要因は従来のフレームボディから、 D7X と呼ばれるアルミニウムモノコックに一新され、3倍の強度を与えられたというアーキテクチャそのものにある。確かに IAWD という前後車軸のトルク配分を最適化する独自のシステムや、電子制御エアサスにブレーキによるベクタリングも備えるが、フロントにダブルウィッシュボーン式、 リアにインテグラルマルチリンク式という四輪独立剣カサスを採用し、特にフロントは最大 430mm ものストローク量を確保している。要は体幹ごと獅子ごと強靭そのもので、インテリジェント制御視界のありそうな、メカニカルとしてたっぷりのキャパシティがあるということだ。今回は市街地や首都高のみでの市場だったが、 正直、48V のスタータージェネレーターによる名 e b の機器は、2540kg の車重を前にゼロではなかろうが強く体感できるものではなかった。むしろ D300 という直6ディーゼルの、誠実かつスムーズな働きっぷりの方が印象的だ。都会で見つけたぶれない力強さ。 アクセルの踏み込みに対して一泊置いてから、ぬるぬると息の長いトルクが湧き出してくるフィールは、オフロードで柔らかい路面を優しく、しかし先読みしながら書き続ける際に頼りになるはずだ。そこにテレインレスポンスの路面モード選択をあれこれ変えていると、インストールメンタルパネル内に駆動配分やデフロックやトランスファーの状態、 各林の荷重まで、アットアグランスで見られる。積載重量を含め、平時の都会では、明らかに持て余すキャパがあることは確かだ。だが、インテリジェンス、情報をドライバーに集めては、制御に駆使する構えを怠らない。もっと言えば指揮されるためのスタンバイぶりが、さすが MI6 とか007の国の、 ヘビーデューティクロ感と言える。要は制御システムやプログラムが第一義では、インテリジェントな一台にはならない。そういうデジタル、アナログの感覚をギリギリ感じさせてくれる。そんなアウトプットの方向性と世界観のブレなさこそ、都会で退屈とスマートを極めた現代人に気持ちいいはずだ。